マリナさん、お疲れ様です。お仕事帰りですか？さゆちゃん、こんばんは。今日は仕事が早く終わったから晩ご飯でも食べに行こうかって話してたんだ。さゆちゃんは練習だったのかな？いえ、今日は全国ツアーの打ち合わせでさっきまで事務所にいたんです。そうだったんだ。遅くまでお疲れ様。全国ツアーの準備もう始まったんだね。どう？順調に進んでる？はい、スタッフの方々のおかげでなんとか。まだ決めることが多いので最近は打ち合わせが多くて。そっか、それじゃあ今は練習よりもツアー準備に集中してるのかな。 いえ、練習もこれまで通り続けています。時間を見つけて合わせられる時に質のいい練習をと。プロとして音楽をすると決めた以上常に成長し続けなければいけませんから。この先何十年とロゼリアのギタリストであるためにも。わあ、すごい気迫だね。なんだか覚悟を感じるっていうか。覚悟と呼べるのかもわかりませんが、プロになるとはそういうことなのだとやっとわかったんです。日常の小さな出来事をきっかけに今まで想像したこともないくらい遠い未来のことを考えるようになったというか。そっか、プロになったからこそ見えたものがあったのかな。そうなのかもしれません。私がギターを始めた理由、ここまで続けてきた意味、そして目指してきたステージに立つ未来の自分、そのすべてが一つの道でつながっているのは、私とは切っても切り離せない存在があったからこそ。でもいつまでもそれに甘んじていてはいけない。私が私だけの軸を手に入れないと、あの子と本当の意味で隣に並べない。並んだとしてもそこで二人一緒に永遠に立ち止まってしまう。それではいけないんです。目標のステージに立った後も私はロゼリアのギタリストとしてギターを弾き続けたいですから。さよちゃん、さよちゃんは今までのことも未来のことも大切にしたいから一生懸命悩んでるんだね。はい、複雑に考えすぎているかもしれませんが、そうしないと私が嫌というか、全て大切にする自分じゃないと自分が嫌なのだと思います。そっか、とても難しいことかもしれないけど、私たちはずっと応援するよ。ありがとうございます。あ、すみません、つい長話になってしまって。ううん、大切な話を聞かせてくれてありがとう。もう暗いから気をつけて帰ってね。はい、それではまたサークルで。